優しい歌は辛い心に寄り添ってくれる。楽しい歌は負けそうな心に勇気をくれる。お金持ちでも貧しい人でも平等なんだ。音符は誰の心にも入ってゆける魔法の世界共通語。僕は思うんだ、世界中で話す言葉は違っても、みんなが分かり合えるようにと音楽を与えられたんだって。さあ音符で語ろうよ、心で歌うんだ、素敵なメロディーが世界を包む。みんな笑顔になれる日がきっと来るから。なぜ人はいつの時代も争い傷つけ合うの。愛する人や大切な家族の未来守るため、それなら銃やミサイルなんて必要ないよ。勝っても負けても傷つくのは守るべき人なんだから。瞳の心に語りかける世界共通語。僕は思うんだ、世界中で信じる神様は違っても、みんな仲良くできるようにと音楽を与えられたんだって。さあ音符で伝えよう、心で叫ぶんだ、素敵なメロディーが世界を包んで、みんな涙が消える日がきっと来るから。音符のない世界なんてもう考えられないよ。その力をみんな信じて強く持って、違ってもみんな仲良くできるようにと音楽を与えられたんだって。さあ音符で語ろうよ、心で歌うんだ、素敵なメロディーが世界を包んで、みんな笑顔になれる日がきっと来るから。さあみんなで歌おうよ、心で叫ぶ僕らのメロディーが世界を包んで、平和な100年を歌い継がれてゆくから。